マコさんが帰ってくる。そんな話が女性セブンで出てますけど、マコさん、ミチコさん、ベージュのお祝いで、エイミヤご夫妻へのみそぎのですね、里帰りかと。でも帰ってこないと思いますけどね。この記事で書いてあるように、小室圭さんとマコさんは我々と両思いで帰ってきたくないですよ。我々は帰ってくれなと思ってるんですけども。まあ結局、日本に帰ってきたとしても、警備費は湯水のように使われるのは見えてるんですよ。ニューヨークの方が高いかもしれませんが、しかし知名度で考えると日本の方が圧倒的に上なんですから、警備の数って全然変わると思うんですよ。日本に帰ってきても数の面でニューヨークに並ぶような額になっても全然おかしくない。マコさん、小室圭がですね、日本に帰ってたら人が殺到するよね。警備も増やさざるを得ないと思うんですよ。ってなるとそんな変わらないんじゃないの。そもそも帰ってくる来ないじゃなくて、税金使わないでくださいっていうのが本丸なんですけど、目に入れても痛くないという言葉、道場様にとってのマコさんにも当てはまるだろうと。だからこそ逆風の中でコースを離れて慌ただしく海の向こうに渡った孫娘との再会を望まれているのは想像に難くないと。道場様の継承の日はそんなマコさんにとって里帰りの切符になるかもしれませんと。ニューヨークの美の殿堂ネットで6月7日から日本の着物を中心に添えた企画展示が始まりましたと。ニューヨーク、在住のアメリカ人コレクターの江戸後期から昭和にかけて貴重なコレクションが約60点展示されていると。アメリカでは東洋、特に日本の伝統文化への関心が高くて、ネットでも定期的に日本の美術品に関する企画展示が行われておりますと。なおかつその時もう通ってるでしょうから、まあ、おそらく日本の正倉院のお宝物とかを国宝とかに指定して貸したつもりなんじゃないですか。で、それを元にしてマコさんが忖度で就職されるんじゃないんでしょうか。ネットにはエイミヤ家の長女マコさんが無報酬のボランティアスタッフとして勤務していると。マコさんは今後そうした日本文化に関連する企画展示にキュレーターとして携わっていくようですと。キュレーターとは美術品に関する資料収集や保管、展示調査研究などを行う専門職と。ネットのキュレーターといえばですね、世界中の学芸員の憧れの職業です。日本文化を世界に発信していきたいという希望を持っているマコさんにとってはこの上なくやりがいのある仕事でしょうと。得意分野での活躍がですね、期待されるマコさんに対して夫の小室圭さんにも別の注目が集まっていると。それはもちろん7月の司法試験です。会場も日付も発表されたそうで、おいおいそのお話をやろうと思いますけれども、今年2月の2度目のチャレンジはかつて日本が勤務していた法律事務所の代表に明かした通りであれば、5点不足で不合格だった小室さんと。3度目の正直度をするためにも仕事の合間を縫って猛勉強してるんだろうと。5点取れなかった、5点しか取れなかったの間違いなんじゃないでしょうかと言われてるわけですが、マコさんと小室さんは昨年11月まるで国外脱出の感じでニューヨークに渡った。世界に目を向ければね、同じようにロイヤルファミリーから離脱して母国からも離れて暮らす元ロイヤルは他にもいる。もちろんヘンリーとメーガンでございます。当初は王族として公務を担っていたが、離脱を機にカナダに拠点を移して、その後は米カリフォルニアに構えた豪邸で生活しているというわけですよ。ヘンリーは王室離脱の背景には王室内でメーガンさんに対する人種差別発言があったからだとしてますが、王室側はそれを否定します。はい、ありません、でっち上げです。いずれにせよ、女王の孫が王族であることを自ら辞めて母国を離れて暮らすのは極めて珍しいと。イギリスでは夫妻の行動に批判の声が集まりました。はい、そうです、税金使ってたからです。その余波は今も続いています。はい、小室圭と、小室マクと同類です。マシな点は自分で払っていることです。しかしマシって言いますけども、それは王室批判から出る原資ですから、まあどっちもクソですけどね。アメリカを渡って以降、テレビの長時間インタビューで自説を展開して王室批判、はい、これでがっぽり稼いでます。その金です。その金で警備費用とか出してます。だから小室圭が一緒のことをしたら叩かれます。暴露本出版にも関わるなど、ヘンリー王子夫妻は王室を刺激続けたと。反王室ビジネスで イギリス国民を愚弄し、金を稼いでいるのがメーガンとハリーカスです。結婚の際は新しい風が吹いたとしても歓迎されていましたと。しかし出ていくだけならまだしも後ろ足で砂をかけるような行為には王室メンバーもヘキヘキしていると報じられましたと。当然ながらその後のヘンリー王子夫妻と英王室の関係は良好とは言い難いです。2021年4月の7月にヘンリー王子は単身でイギリスに里帰りをしたと。祖父であるフィリップ殿下の葬儀に参列するためと。フィリップ殿下が亡くなった理由も、批判したからなんじゃないんですか。かなりダメージを負われてたようで、それなんと思ってるんでしょうね。しかし帰国時の警備体制をめぐって英政府への訴訟を起こすなど、そこでもあったトラブルが絶えませんでした。現在ヘンリー王子の態度を支持している英国民は全体の3割程度。まあ過激派の小室圭とマコだと思うんですけどね、僕的には。いわゆる週刊誌とかタブロイドとかも伝えてるし、お父さんも、まあ、気狂いですし、かなり、非常にメーガン家も問題がありますから、まあ、ですから似たようなもんだと思ってます。いくらハリウッドの元女優であろうが、反王室ビジネスで儲けてるだけですから、普通に
ろくでもないと評価します。メーガンさんに至っては4人に1人すら支持しません。ヘンリーとメーガンも税金を使いまくって出たわけですから、ドレスに何百万もかけて。ヘンリー王子はまだしも、メーガンさんはモーディルとイギリスの地は踏めないというのが英国民の大多数の意見でした。コムルケイとマコにも一緒のことが言えるわけですよ。結局ドルイ。ところが、6月3日、ヘンリー王子とメーガンさんが、揃って英国民の前に姿を見せたと。ロンドンのセントポール大聖堂で開かれたエリザベス女王の在位70年を祝う礼拝の場でした。この出席について国民の意見は二分され大騒動になりました。二分でもないと思うんですけどね。大聖堂には歓声も上がりましたが、大きなブーイングも響き渡りました。王室へ出て行った二人がなぜ出席するのかと批判が集まったんです。ただ、エリザベス女王は国民の8割近くから支持されている人気者です。その上、前もって夫妻の礼拝への出席を快く認めていました。エリザベス女王のイエスは、水戸黄門の印籠みたいなものだと思っていいわけです。お祝いの席という大義名分に批判の声が抑え込まれた格好です。あ、なるほど。だから、マコさんの帰国も、まあ、上皇后、のご意向ならば、上皇后の印籠であれば許されるっていう、論調で言いたいんですかね。そんなことはないと思います。夫婦が揃って再び家族の、集いに参加できたのは、エリザベス女王という絶対的な存在があったからなのであると。日本の皇室を出てアメリカで暮らすですね、小丸さん夫婦と祖母である上皇后美智子様の関係はどうでしょうかと。はあ、まあ、初孫ですね。一番可愛がられてるそうで。しかし美智子様の心配はつきません。一つは上皇陛下のご体調。体調面では美智子様ご自身も不安を抱えていられるというわけですね。そうした中で美智子様は10月20日に88歳の誕生日を迎えられると。米寿にあたる節目の誕生日。で、この時にベージュの誕生日でしれっと小室孫が帰ってくるんじゃないかっていう論調ですかね。で、あれなんか、以前のような大々的なお祝い、行事は難しくても、お身内だけのお祝いの場は、まあ、あってもおかしくありませんと、その時に合わせて、眞子さんが里帰りする可能性がですね、囁かれていますと。眞子さんの帰国は実は6月上旬にも噂されてましたと。明治以降の女性皇族としては99歳を、迎えられる、三笠宮家の、そのお祝いに眞子さんが帰国して参加するのではと言われてた。ちょうど小室さんのビザが切れるとされるタイミングとも重なっていましたと。しかし実現しなかった背景にはあれなかはもちろんですね、未だに小室さん夫妻の逆風が吹く世間の声への配慮があったようです。世間の声の配慮というかですね、ビザの問題の方が強いと思うんですけどね。はい。いや、それは物理的に無理なんですから。愛情の深さはいずれは突入で皇室を出る将来を見据え、ユニークな形を取ることもあると。美智子様の発案で、内定皇族の食事を取り仕切る宮内庁財前課が、のれんやカウンターを、しつらえた即席の寿司店を作ったことがありました。美智子様は将来外食する際に止まらないようですね、注文の仕方などを学べせようと考えられていたのです。美智子様は黒田さんにも同様の教育を授けられたと、つまり眞子さんに我が子のように接してこられたと、いかなる環境に置かれても不自由のないようにそうした気遣いを欠かさなかった祖母を祝うために眞子さんが遠路はるばる駆けつけることになるのだと。一時金を辞退し、結婚にまつわる行事を行わなかったと、小室さんの母親さんの金銭トラブルの説明不足や一般的な文書発表に終始した会見など、国民の中には未だ小室さん夫婦に対するですね、懐疑的な意見は多くあります。はい、しかないです。さらにエイミア様と恋のジャーナリストが5月に出版した著書で、エイミア様ご自身の率直な気持ちが明かされた、娘の幸せを願う一方戸惑いがあったことも赤裸々に綴られている。この先美智子様と眞子さんが二度とお会いになれない未来があってはなりません。しかし残された時間が無限にあるわけではない。美智子様のお祝いのためであれば、世論の手前眞子さんが帰国する大義名分が立ちますと。ヘンリー王子のように小室さんを伴いに帰国であれば、幾分か逆風も弱まるでしょうと。そんなことないと思うけどね。さらにエイミアご夫妻との対話の場が持てれば、みそぎの里帰りにもなりうるんじゃないでしょうかと。エイミア家と対話して何になるんですか、支援されてるんですから。一緒でしょ。すでに成人を迎えているエイミア家の次女佳子様や天皇家の長女愛子様のご結婚も相当多くはならない未来かもしれないと。マクさんの結婚の余波が、結局ヘンリーとかも帰ってきましたけども、メーガンはついてこなかったと。で、同じようにマクさんが帰ってきたとしても、仮に批判されるの目に見えてるよね。それ警備費使われますよ、また。それはまた許されない話ですよね。会見でもやるんですか。帰ってこないでください。このバシーとは言えないだろう。美智子様のベージュはそういった飲食を払拭する数少ない好機と。しかし、英王室のようにはことは進まない。その要因は、エリザベス女王と美智子様との立場の違いにあると。英王室においては、エリザベス女王が君主であると。一方、現在の皇室の長は天皇陛下。陛下は眞子さんの結婚に際しての儀式の一つである、朝見の儀を自らの判断で行わなかったことを、
今年2月の誕生日会見で明言された。この意味は重いと。皇室として二人の結婚が関係される状況にならなかったとおっしゃったのも当然、だからですと。美智子様の米寿は身内にとってお祝い事しかし宮内庁が全く変わらないというものではないと。プライベートのことであっても公的な要素を切り離すことはできないんです。そうした場に眞子さんを招くには大きなハードルが残されているといいます。少なくとも陛下がそのお許しをですね出すわけにはいきません。だからこそ美智子様のお気持ちが持つ意味は大きいんです。美智子様が米寿を迎えられる日、マクさんはどこでどのように過ごすんだろうか。ニューヨークで小室と過ごすんじゃないですか。のんびりと。まあ、マクさんだけ帰ってくるっていうのは、マクさん自体も帰ってきたくないでしょうし、結局帰ってきたとしても、警備が使われますよね。マクさん単独であろうが、警備さん単独であろうが、すごい分厚い警備つくと思いますから、それ税金ですから、明らかにね。だから、帰ってこないでくださいよ。米寿であろうが、本当に絶縁みたいな形で出ていったんじゃないんですか。一時金も受け取らなかったし、儀式もやってないし、夜逃げみたいな形で出ていったわけですから、それはもう自分で決めた道なんですから、ね、貫いてください。支援を即刻やめてください。もうそれだけ。支援やめてください。自分の力で生きてください。生きれなかったら引っ越してください、どっかに。はい。ニューヨークみたいに、身の丈に合ってません。身の丈に合った仕事をして、身の丈に合った生活をされればいいんじゃないですか。みんなそうしてるんですよ。みんな頼るとこなんてないですよ。みんな独り立ちしてるんですよ。なんであなた方だけ特別なんですか？おかしいですよ。そんな甘えが通用するわけないじゃないですか。帰ってきようが帰ってきないが、そんなことより税金を使うな。はい、以上。それでは皆様ご一緒に地下室。